どうも、うずです。九州3日目ですね、九州3日目。まだね、朝ね、6時なんですけど、家族はまだ寝てるんですけどね、ちょっと散歩したくて外出てきました。で、ぐるってちょっと回ると、後ろが宮崎市の市役所ね。で、こっち、後ろ側が宮崎のね、川、大淀川。で、奥の方行くともう海ですね、海。ということで、ちょっと散歩します。朝は6時ぐらいだとやっぱりね人はあまりいませんね。でも散歩してる人が多いかな。まあ犬の散歩だったりランニングしてたりね、家族でさっきランニングしてる人がいたね。橋のあっちの方行ったんだけど、まあ当たり前ですけど動画撮りながら散歩してる人はいません。もうね歩いてるとこっちにあるねこのフェニックスの木がいいですよね。なんか宮崎の象徴みたいな感じで、宮崎はね空港降りてすぐねこのフェニックスの木でお出迎えされるんですけどね。うずさんが住んでる足利市と同じで川に架かる橋っていうのがね結構な頻度であるんですけど、渡良瀬川とはちょっと川幅が違いますね。まあ、海が近いから余計ですよね。台風が来ると川幅はかなり変わります。以前うずさんが九州宮崎来た時には大淀川台風の後だったんで川がすごいことになってました。ああこれいいね。めちゃんちょっとこっち来て。はい今日はお昼で、鹿児島の志布志来てますね。志布志で大黒さん。はいはい大黒でご飯なんでお前しかったんだ。いっぱいいたね。ネットワーク行ってゆうちゃん、吹かないですよ、吹かない。書いてないもんだ。これすごいね。釣りコーナーじゃないエビさんがいい。伊勢エビかな。すごいでかいね。エビがすごいでかいね。ちっちゃいのを見せてあげてくださいよ。ちっちゃいの鉄火巻きを。ちっちゃいよ。はいちっちゃいですね。ゆいはよりは大きいですねご飯食べた大黒のところ近くなんですけど、イルカショー見たいということでイルカショー行ってきます。うわすごいね。ここでイルカショーやるんかな。まあね、でもね、暑いよ。さすが太陽ギンギンですからね、暑いです。ペンギンがお散歩するからお散歩を見ます。ゆいお前バッチンだよ。ペンギン来た。ペンギン今日はリアさんとユハさんそれぞれ乗るそうです。大間さんあ、大丈夫、これ写真じゃない、動画なんで大丈夫。はい、じゃあいただきます。乗れた。乗れた。はい、ゆいはさん、初めての大間さん。はい、じゃあゆいちゃん、みんなにこんにちはって。ゆいちゃん、動画のみんなにこんにちはって。恋するん、ゆいちゃん。今見えた。格好がダセえな。見えるな。ゆいは身長的にちょうどいいんだ。ちょうどいいね、立ってね。リア無理だよ。ここすごいよ、竜宮の館。亀がいいんだ、でっかい亀いんだ。これすごいでかいんだけど、本当乗れるぐらいでかい亀。おお、動くよ。あれ、長いの使う。待ってるね、お腹空いちゃってるのに。よいしょ。こっち親亀、でかい。あ、マーポ以外のお魚もいっぱい。あ、でかい。でかい。ゆいちゃん、でかい。ゆいはよりでかい。変わらないね。ねえねえパパ、今日さ、ホテルこうなってね、3、4、3回。何3、4、3回？ああ、早いですね、太陽ってこうやって見ると。なくなっちゃった。ほら、なくなっちゃったよ、ゆいちゃん、太陽が。りあさんこういうの食ったことあるっけ？ない。ないっけ？このスープ甘い？りあが朝12を飲んで。すごいね。すごい。ここにみーちゃん食べなよ。りあおいしい。みーちゃん頑張って起きて。寝ちゃう？眠たいの？眠いちゃう。なんか寝てるかなって言いながら。